皆さんこんにちは、白駒ひとみです。人類の歴史は戦争の歴史と言われていますけれども、でも実は裏返せば感染症との戦いの歴史でもあります。例えば白衣の天使と言われているナイチンゲール、戦争の時に敵味方の区別なく看護師としての任務を全うしたということで多くの方が感動するんですけれども、ところがナイチンゲールは戦争後の方が実はもっと大きな役割を果たしています。戦争が終わって兵士たちが帰国を遂げると、病院が衛生環境が悪くて感染症が大流行をしてしまったんです。その時ナイチンゲールはどうしたら感染症を防げるのかを一生懸命考えて、例えば換気を良くしたりとか、はい、いろいろ衛生面に気を使って、そういうことを国に提言しているんですよね。でもちろんその戦争の時のナイチンゲールの振る舞いというのも、人間ってこんなに気高く生きることができるんだって私たちに教えてくれるんですが、私はこの感染症においてナイチンゲールがその気高い思いだけではなく、実際のさまざまな行動によって人類の歴史に大きく貢献したというところに感動を覚えています。さあ、この感染症との戦い、文明が進んでいくとますます激しさを増していきます。この感染症なんですけれども、撲滅できた感染症って本当に少ないんです。私たち人類はもしかしたらこういう感染症やウイルスと共存をしていかなければいけないのかもしれません。そういうことを考えたときに、じゃあ私たちにとって何が最強のワクチンになるのかと考えたときに、これね、どんなに素晴らしいワクチンが生まれてもきっとね、ウイルスの方もどんどん変異していくので、最後はいたちごっこになってしまうと思うんですね。それよりは私は日本人が大切にしてきた和の心を育んでいくこと、そしてそれを世界に広げていくことが最強のワクチンになるのではないか。和心がどうしてワクチンになるのかをちょっとお話ししますね。皆さんは日本という国名の由来をご存知ですか？日本というのは日の本の国なんです。太陽が命の源である国という意味です。私たちは顔が違います。性格だって考え方だって能力だって違います。でも私たち太陽がなかったら生きていけないんですよね。太陽を命の源としているという意味ではみんな仲間なんですよね。この日本という国はいろいろな違いを論じたりさばいたりしてきたのではなくて、共通分母を見つけて私たち僕たち仲間だよねって和を尊んできた国なんですよ。だから何かと共存するときにはこの和の心ほど威力を発揮するものはないと思うんですね。そして日本人は今を受け入れて、その現実の中で最善を尽くしていく、その問題解決の力は多分世界最強なんです。それはこれだけ自然災害が多く、何度も国そのものが滅びるのではないかと思われるような、そんな危機に見舞われながらも、その度にその逆境を乗り越え、それ以前よりももっといい社会を築き上げてきた、その日本の歴史が証明しています。皆さんと一緒にこの和心、そして日本人が大切に培ってきた道徳心を学んで、それを世界に広げていくことが、私は未来に希望の光を灯すことになると思っています。真面目な話はここまでです。次回からは皆さんと楽しく学んでいきたいと思います。どうぞ末永くよろしくお願いいたします。